ウィレム3世は、第三代オランダ国王、ルクセンブルク大公。ウィレム2世とその日で、ロシア皇帝パーベル1世の娘であるアンナ・パブロブナの長男。父ウィレム2世の死去により1849年に即位した。王としての権威を振るおうとしたが、不王の時代に王権を制限する憲法改正がなされていたため、国民からは嫌われた。家庭では、 ビルテンベルク王ビルヘルム一世の娘、ゾフィーを日に迎え、三人の王子を得た。長男オラニエコウィレム・ニコラスは39歳で死去、次男マウリッツ王子は7歳で、溶接、三男で長男に代わって、オラニエコとなっていた、アレクサンダーも33歳で死去と、いずれも若くして亡くした。以後、オランダ王家では、原告王ウィレム・アレクサンダーが生まれるまで、 直系の男子が生まれることはなかった。そして、ゾフィーも1877年に死去、深い悲しみを抱いていたが、親子ほど年の離れたエンマ・フォン、バルイコール・ピルモントと再婚し、1880年に王女・ミルヘルミナが誕生した。1890年にウィリウム3世が死去した後、オランダ王位はミルヘルミナが継承した。一方、 歴代のオランダ国王が兼ねていた、ルクセンブルク大公は、エンマのおじにあたるナッサウ・バイルブルク家のアドルフが継承し、オランダとルクセンブルクの同訓連合は、ウィレム三世を最後に解消された。ウィレム三世。開始開港延期交渉施設官方位、高島スケヒロ王ウィレム二世は1844年に、徳川幕府に書簡を送り、福祉の増進を勧告するなどしていたが、 ウィリアム三世は1855年、徳川家貞の江戸幕府の長崎港に、蒸気外輪船スームビンクを贈呈した、6つの訪問を持つ軍艦である。不平等条約である日蘭修交通商条約の開始開港延期を求め、江戸幕府は1862年に、文久県王施設を派遣した。ウィキメディアコモンズには、ウィリアム3・オブザ・ネザーランズに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。